原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんにちは、こんばんは、前野智明です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、勝利の声を担当させていただいております、私前野智明がですね、どこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組となっております。18回目ですかね。3月ももう間もなく終わろうかという今日この頃ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、相変わらず花粉症と戦う毎日なんですけれども、このね収録してる日はですね、特に花粉が厳しいですね。僕はね、あの鼻もそうなんですけど目に来るタイプでして、朝起きるとねマジであのもう目がね、もうあの違う種族になったんじゃないかっていうぐらい目がもう真っ赤になっていたりしてね、結構苦しい時期をお過ごしなんですけど、で皆さんあの花粉症の方はね一緒に、もうしばらくの辛抱ですかね、もう1ヶ月ぐらい乗り切ればっていうところなんでね、皆さんね一緒に頑張っていきましょう。そんなこんなの中行われました、あ、組み交わすスイム、皆さんね原神の中でやっていただけましたでしょうか。私担当させていただいている勝利が珍しくモンドにやってくるというね、そういう一面もあるイベントでしたけど、モンドに勝利が来たのって初めてかな。なんかね、あのすごい斬新でしたけどね、組み交わすスイム自体のあのイベントもすごくよくできた、あ、まあミニゲームといいますかね、まあいろんな方のオーダーを見てね、レシピをもとにコーヒーとかいろんなものを作っていくって話なんですけれども、あれがねマジでよくできてましたね。なんか難しくなってくるとすごい抽象的な、オーダーも多くなっていって、なんか爽やかですっきりしたものを頼むぜみたいな、結構漠然としたオーダーになっていくんですけど、これは何のオーダーだろうっていうのを自分でちょっと想像しながらレシピと見比べて作っていくとか、そういう難しさとか面白さがあって、すごくやりごたえがありましたね。なんかね、そうミルク多めで頼むみたいな、あと甘めで頼むみたいな、そういうオーダーとかもね10万以降増えてきたりして、すごく僕は面白かったなという思いました。で皆さんね、あの組み交わすスイムのご感想なんかもねメールの方でいただければと思います。ってことで今回もですね、素敵なゲストさんにご登場いただく予定でございます。まあやっぱモンドと言ったらもうこの人は外せないでしょうというね方がね、今回ゲストさんで来てくださっておりますのでね、いろんなお話とか聞きつつ今回も始めていきたいと思います。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして原神で勝利の声担当しております前野智明です。では早速ですが、今回のゲストさんにご登場していただきましょう。今回のゲストはこの方です。皆さん冒険だ冒険、ベネット役の大阪亮太です。本物だ、よろしくお願いします。お願いします。ということでベネット役の大阪くんが来てくださいました。お願いします。ということでよろしくお願いしま す、まあ、ベネットはね、なんといっても原神的には最初の国のモンドから登場していたキャラクターでございまして ね、まあモンドといったらもう本当に外せないキャラですよ。そうなんですか。いやもう多くの旅人がね、もうどんだけお世話になっていることかっていうね本当にねもう愛されているキャラクターの一人なんですけれども、なんかね、話は聞くんですよ。そうなんですよ。すごい強いですよ、ね、風の噂でも多分聞くぐらいのね、いろんな方が言ってると思うんですけれども、はい、まあ、そんなベネットを改めてね紹介させていただきます、はい。冒険者協会モンド支部の数少ない若い冒険者、常に不運にまとわりつかれている、うん、彼が作ったベニー冒険団は不運の影響でメンバーが減り続け、現在は団長一人のみ在籍し解散寸前、うん、ベネットにお願いされて冒険者協会モンド支部の看板娘キャサリンはベニー冒険団の登録を消さずに、団員たちが党に辞めたという事実も口外しないようにした、うん、という感じのキャラクターなんですけれども、はい、不運って言ってしまったらそれまでなんですけれども、ね、まあ、不憫なキャラクターがあるんですけれども、でもねその一面ね、やっぱりねもう本当に
なんていうのマジで強いのよ。そうなの、メンタル的にはもうめちゃくちゃ最強なんじゃないか、うん、そうメンタルもそうだし、もうやっぱその能力的にも非常に強くて、あ星4じゃねえよっていう話をずっと聞いてた。星4とか何っていう話ですよ星6星7ぐらいの強さを秘めているキャラクターであれこれマックス星5でしたよね星、まあ、一応そうって言われてますけどでもね本当ベネットはあの一番難しいと言われている神教螺旋っていうコンテンツでも非常に使用率が高くて、そうなんですね、あの大体ねあのなんか100万ダメージを出す企画とかをやられてる方は結構ベネットっていうのは絶対に採用しているとか、そういうダメージ量とかにもやっぱり特化してるキャラだし、それなのに回復もできてしまうっていうね、非常にあの強いキャラクターですね。なんか嬉しいですよね、自分がやってるキャラクターが強いっていう、いやわかります。あの前々回村瀬くんが、はい、あのゲストさんで来てくださって一緒に神教螺旋やったんですけども、うん、そこでもねやっぱベネット大活躍でしたからね、結構使ってくれてるんだな、すごい強いキャラクター、あのゲーマーの村瀬くんが使ってるってことは相当強い。いやあのねあのベネットはマジ強いってあの収録終わった後も鼻息荒めに語ってましたからすごいお気に入りなキャラクター、僕もねもちろんあのお世話になってるキャラクターなんですけれども、まあそんなベネットなんですけども、大阪くん演じてみてどういう印象を持たれましたか。そうですね、まあ、うん、結構このプロフィールだけ見ると、はい、なんかすごいあの不運で、いや、まね、そうだよね、なんかすごいネガティブ感があるんじゃない感じがしますけど、うんうん、全然そうじゃなくて明るいのよ、底抜けに明るいのよ、もうなんかその不幸に見舞われてるのが自分の中でも普通だから、うんうんうん、別にそんな悪いことじゃないんだよっていう、そうなんですね、当たり前の日常だから別にそんな気にしてないんだよっていう風なところがあって、すごいあの前向きな子なんですけれども、逆にそのたまにある幸福が来た時に逆にメンタル弱くなるっていう、あこれ本当に本当にこれいいのか、大丈夫なのかなこれみたいな、可愛い可愛いね、そうなんですよ、ちょっとそういった意味でなんかもっといいことを起こってくれればこういうことも思わなくなるのになっていう、まあもう慣れちゃった感あるよね、その不運っていうものが日常的にありすぎてね、そうなんですよ、だからもっといい幸福に見舞われるキャラになればいいなっていうふうに思います、ね、そうね、またこのねあのテンプの名前もねベネットらしくてね、元素スキルがあふれる情熱とかさ、元素爆発が素晴らしい旅だと、はい、かっこいいだってこの人あの冒険出て宝箱探しに行ったのに宝箱の中身ないのがあそれ普通だからって言ってある方が生まれだからみたいな、ね、そうどういうキャラだよ、そう、ね、この素晴らしい旅がね恐ろし、うん、恐ろしいあの性能を持っているという、ねすごい力を秘めたキャラなんですけれども、うんうん、まあ、片手剣のキャラクターではあるんですけど、はい、まあ、この世界ね片手剣ね両手剣長い武器弓、うんうん、あと砲器かというねいろんな種類あるんですけど、大阪くんがもし、はい、そのなんか原神の中で武器を持つとしたら、うんうん、どのタイプの武器が良いですか、またはどの属性がいいですか、まあ、まあベネットと、まあ、ちょっとかけ離して大阪くん個人がもし原神の世界に入ったとしたら、うんうん、なるほど、そうですね、なんか基本はなやっぱり片手で、片手剣、まあ、片手剣オーソドックスだよやっぱりね、そうなんかでも短すぎる片手剣嫌なんですよ、ダガーみたいなやつ、ちゃんと両手でも両手でも持てますよ、両手でも持てるけどそれなりの長さがある、そうですそうですそうです、あいいね、でやって元素は火、水、氷、雷、岩、あと草もあるのかな一応、うん、なんか主人公願望が昔から強くて、火じゃんそしたら、火か、うん、あのそれか自分の好きなゲームがあるんですけど、うんうん、それの主人公が雷属性、あなるほどかっこいいよね、そうなんですよ、だからそういうことはどっちかになっちゃうんですけど、割と僕こういうゲームだと、うんうん、あの火属性をやらせてもらうことが多くて、おそうなんですよね、そうなんだ、そういう意味では火に恵まれてるなって感じは、熱血系な感じがしますもんね、平田君、確かに大阪君ってそういうキャラクターを多く演じられてる印象です ね、 そうですね、熱血感というかね、クールというよりかはどっちかというと感じ、ね、まあ、じゃあもうじゃあベネットのまんまですね、そうですね、ありがたい、そうなんだ、いやあれですか、やっぱりその自分でダメージを出したいタイプですか大阪君は、いやもちろん、あやっぱそうなんだ、もちろんメインアタッカー願望があるタイプ、いやだからなんかそのサポート側に完全に回る人ってたまにいるじゃないですか、うん、あ俺そうだよ、どっちかっていうと、あ本当ですか、うん、あれよく耐えられるなと、なんでめっちゃ面白いじゃん、前出たくなんないのかな、自分でさコントロールできんだぜ周りの味方の戦力とかを、か俺がいなきゃ君たち戦えないでしょみたいな、そういうなんかイニシアチブ取れるじゃない、なんか軍師的なキャラ、そう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 軍師的なキャラそういうとこすごい憧れんだよ、あなるほどね、うん、だから後衛職でなんかその全体の能力とかを上げる役どころが俺すごい好きだから、ああそうなんだ、ね、バッタバッタと敵をなぎ倒すみたいな感じじゃないですね、なぎ倒すよりかはどっちかっていうとその自分の能力で味方の力を上げてみたいな、そういうところの方が僕は好きですね、そうなんですね、そうなんですよ、まあ、大阪くんじゃメインアタッカー願望と、メインアタッカー
ですね。そうなんだ。まあ、でもベネットもね、あの火力結構出るキャラクターですからね。でもそういう意味ではなんか両方できるっていうのはちょっと憧れますね。そうですね、まあ、火力特化にすれば全然あのサブアタッカー、メインアタッカーも張れるキャラクターとは言われてますからね、うんうんうん、そうなんですよ。そんな、ね、何でもできるベネットなんですけどもね、はい、まあ、皆さんがねちょっとどういう感じの印象をね、うんうん、持たれてるかというのも含めてちょっとメールの方をご紹介していきましょう。はい、お願いします。はい、旅人ネームエウルアのデレは思考です。あ、よくわかりました。ありがとうございます。大阪さん、パーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近ベネットを一突できて、その強さにとっても驚き、ずっと使ってます、うん、ところで大阪さん演じるベネットは不運続きな少年ですが、皆さんは普段の生活で運が悪いなと感じたことはありますか？よければ教えてください。あ、まあ、一突するとベネットは確かに結構ガラッと変わったりしますからね。不運なことございます？運が悪いなって最近感じたこと。あ、運が悪いというか、なんかもうよくつまずくんですよね。まるでベネットじゃないか。まるでベネットじゃないかい。これもただの年を取っただけなの。まあでも確かに足元おろそかには年々なるとは思うけどね。なんか視界が狭まってんのかなっていう。ああ、わかる。まあ、あとでも車とか乗ってるとさ、あそこ止めようと思ってた駐車場が前の車が先に残り1台だけ入っちゃったりとかね、さ、むちゃくちゃありますね。そういうのはあるよ ね、 ありますね。もう少し早ければとか、あの信号に引っかかってなければとか、そういうのはね、よく車移動してる民としてはねありますけどね。そう、あとマップ、マップね、マップが全然違うところを表示してた。あ、わかるわかるわかる。こんなとこ通ったっけみたいな。わかる、あれ高速とか乗ってんのにさ、次の信号を右折ですみたいなこと言われた。車は結構運悪いあるあるありますけどね。まあでもね、まあそういうのもね、まあ日常ですからね、うんうん、はい、ということで、じゃあ次のメールをご紹介しましょう。はい、はい、旅人ネームなほさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、ゲストの大阪さん、こんにちは。こんにちは、 こんにちは。先日から始まったイベント祈願で星4キャラでなぜか唯一お迎えできていなかったベネット君をついに引き当てることができました。そこで大阪さんに質問です、うん、以前原神のインタビューで行幸さんや北斗さん、リサさんなどの大人のお姉さんが気になるとおっしゃっていましたが、はい、その後新たに登場したキャラクターも含めて今一番好きなキャラクターは誰ですか？なるほど。楽しくプレイさせていただきますと、うんうん、まあ、結構確かにね、特に女性キャラも多く追加もされましたし、ね、今ね多く出てますけど、まあでも行幸や北斗やリサは確かにいいよね。まあ、行幸さんはあの中の人含めて僕は好きなの。大原さん演じる行幸ですけどね。そうそう、大原さんが大好き。すごい理知的な感じがやっぱいいですよね。そうです ね、 ね、知識が高い感じが、大原さんの声からも上品な大人って感じがしますね。わかる、それはすごくわかるな、うん、気品に満ち溢れた感じで、そうですそうです、ね、北斗のあのなんか姉御肌というかね、あの感じもすごくそうです、ね、かっこいいし、うんうん、今で言うとやっぱ最近だと雷電将軍、ね、雷電将軍はねマジでいいよね。なんかギャップがねあるキャラクター。雷電将軍は ね、村瀬くんも一押しなんですよ、うんうんうん、雷電将軍はいい、ギャップもある、すごい好きなんですよね。あとこの間良平くんもね、雷電将軍いいねなんて話を現場でしてましたからね、うん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 、みんなやっぱ人気ですね雷電将軍。わかる。あ、でもね、まあ、リサさんももちろんいいし、はい、ね、俺はやっぱでもね、エウルワがやっぱ好きなんですよ。エウルワいいですよね。エウルワいいよね。可愛いですよね。エウルワはマジでいい。エウルワってなんか両方属性持ってる感じしません？そう、あんのよ。両方あんのよ。そう、両方、まあ、何の属性かっていうのはちょっとあれだけど、両方わかる、言いたいことは、うんうんうん、そうなのよ、そこがいいよね。そうなんですよ、可愛いのもあるし、うん、ちょっと色気的、そうそう、それもあるし、ね、大人っぽさもあるし、そうそうそう、あるし、うん、でね、で両手剣だからね、武器がね、 そこのあれもね、素敵なのよ。いいですね、またロマンがあるキャラクターですからね、うんうんうん、ウルワもね、まあ、そんなこんなでね、キャラの魅力はつきませんけどもね、はい、まあ、神格とかもそうですね、確かに、うん、ね、あの超運と関係性の深いね、私もよく使わせていただいておりますけど、川澄さん演じる神格、あのキャラクターもねすごくいいですね。いいですね。しみじみと、いや本当いいですよ。長い武器で氷っていうあたりもねすごく惹かれるところなんですけどもね、うん、はい、そんなこんなでということで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。さあ、ここからはですね、いつも通り原神をプレイしていきたいんですが、今回はですね、収録日時点でやってるイベント、はい、寄付進行がプレイできるということなので、うん、こちらをやっていきたいと思います、はい、こちらの寄付進行、なんといっても自分でオリジナルの秘境を作成することができますということで、あの、で、そしてあの投稿することができるんですよ。だから他の旅人さんが作ったそのオリジナルの秘境を自分で挑戦してみるということもできるし、いいですね、まあ、自分で作って投稿もできるしっていう、非常に遊びの幅が広がるイベントだったんですけども、実際僕もね、他
他の方が作られた秘境をやってみましたけど、はい、まあ、あの超絶難しいやつとかもあって、本当に達成率 1% 未満のやつとかもあったりして、それはね結構やっぱ難しかったりして、やっぱりでも上級者になるといろんなギミックとかを使いこなして、うん、やっぱり面白い秘境を組んでくるなという印象だったんでね、まあ、今回はその寄付進行できるっていうことなんでちょっとやってみようかと思います、はい、じゃあどうしましょうか、大阪くんからちょっとやってもいただきましょうか、はい、ちょっとよろしいですか、簡単なやつでプレステ5でやってます今回は、はい、今じゃあこの寄付進行のところで、はい、今回ですね、あのふさくさんのアカウントでやっております、はい、はい、まあ中ごとで、まあ大阪くんねプレステ5ではあんまりプレイ最近されてないってことだったんで、ちょっとじゃあ廊下を飛び越えように挑戦してみましょうか、はい、はい、プリセットのやつですね、はい、これはじゃあ罰がで決定なんですよ、はい、よいしょ、そう海外仕様ですから ね、さあ廊下を飛び越えよう、コインをゲットできりゃいいのかな、はい、じゃあ行きましょうか、はい、挑戦開始していきましょう、じゃあ行きます、はい、さあベネットはどうなのか、今回は不幸は音、おでもさすが慣れてんだやっぱ慣れてんな、あ、飛びつけた、分かる分かる、ジャンプ力すぐ上がるからねそれね、あ大丈夫大丈夫、ちょっと待ってくれ、大丈夫大丈夫大丈夫、あ、いいねいいねいいね、ちゃんと取れてるのか確認しとかないと、確かにね、ボケだボケ、よし出発だ、あっと、おっとっとっと、お、いいねいいねいいね、これはあれ、あ、風が逆風であれだと、それ滑っちゃうやつだ、お、いいねいいねいいね、やっぱ慣れてるね、この操作ね、うめえな、あ、スタミナが、スタミナ、そうそう、スタミナ、じゃダッシュしてるとね、いつの間にかスタミナがなくなってるのは原神あるあるなの、おいよ、あー、あ、なんだ今の、あの羽広げてね乗れるのか、さあそうそうそう、なるほど、さあ、じゃ飛べるやつだ、オッケー、行きましょう、お、いいぞ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 、で、さあで、あ、もう、あ、これいいんじゃない、これいいよ、いいんじゃないですか、これはこっちだった、あ、違う、違う、違う、これあれだ、飛ぶやつや、すごい難しい、 L1 と四角で多分飛べるやつ、なるほど、あの自分にビリビリ出てる時まあでもなくてもいけるから、あー痛いやつめちゃくちゃハリフ面白いよ、あ、でもいいんじゃないいいんじゃない、これ全部集められてますよね、これ全部で何これ50枚だっけ、なんだっけ、これ何枚だっけ、これ、いやでもこういう秘境を自分で組めたらいいなと思うんだけど、これでも自分で作るの大変ですよね、いやでもアイディアだね、やっぱこういうのって発想力とアイディアでさ、いかんせん俺こういうのに全然センスなくて、だから結局俺もね、なんか壁を置いて一応作ったことにしましたみたいな感じで、あの達成の報酬だけいただきましたけど、がっつりはねちょっと作り込みはできなかったんですよね、だからこういうねプリセットでもやっぱり、うんうん、やってると、あ、こういうのできるんだ、いいなってなりますよね、全然楽しいです、楽しい、こういうのをさ期間限定のイベントで出してくるあたりが憎いのよ、こんなのさだってずっとやりたいじゃん、毎回気が向いた時に今日は秘境作ろうとかできたらいいなって思うんだけど、かくれんぼの時も思ったんだけど、まあでもそれはね、あ、今なんか1枚取りはぐった気がする、いやちょっと待ってくれ、あ、難しい、あこのジャンプがね結構ね操作がデリケートなんで、いやでもこれはねいいんじゃないですか、これまんまんまとあの制作者の罠にはまってますよ、はまってますよ、うん、お、いい、あ、じゃあそこでね、そう羽広げて上にバッファーっていくんじゃないかな、あのか今風吹いてたところで多分羽を、なるほど、そうバツバツで羽を広げて、そう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 、やべやべこれはもう一回もう一回まだ全然時間ある、一番中途半端なことさあ、ボケだボケ、おからの、そうそうそう、からの取れるか、しかも着地したところが、最後の最後着地したところがゴールだったっていうねやり直す不運がなかった、まさに不運でしたけど、はい、いや面白いですね、最後の最後で、最後の最後で、しかも全然全然まだ25枚足りなかった全然足りなかった、はい、ということで、まあ、こういう楽しみ方もあるコーナーでしたからね、じゃあ俺もやってみようかな、俺じゃあどうしようか、前野さんちょっと慣れてるから、慣れてるっつってもさ、これクリアしたのちょっと前だからもう忘れてるで、どういうステージだったか、これ一番、これ一番早物勝ち、よし早物勝ちやるぞ、な、なんだ60枚か、あ、でも少ない、さっきより少ないけどね、ギミックが結構これやばいんじゃなかったっけ、うんうんうん、あ、もうすでに、じゃあ挑戦していきましょう、いきます、いきます、あ、飛ぶところも結構いっぱいありますね、飛ぶんだけどこれどうだっけ、これ、あ、なるほど、瞬間移動とかできるんですね、そう、あれ、待てちょっと待てよ、大ジャンプして、どっから先に取ればいいんだ、これ
で、これでも慎重に行かないと。そう、これ行けるとこどこだったっけ。あ、こっち行けるのかな、ね、こっち取っとかないと多分行けなくなっちゃうんじゃないか説。取れたかな今の。取れた取れた取れた取れてるよね。次どうあ、違う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 、これむずい。違う違う確かに10分、まあ、時間はまあ結構あるから ね、 ありますけどね。さあ次どうすってか、次どこ行くのが正解なのかしら。あっち取った方がいいのかな。あ、でもこっちから行けるか。なんか端っこからなんか行った方が良さそうですよね。こっちから行くか。さあ行くぞ、冒険だ冒険。おお、あ、気持ちいい、これ気持ちいい、これ気持ちいい、気持ちいい、気持ちいいやつ、気持ちいいやつ。で次どこ取ればいいんだこれあ、上になんかあったよね。あ、上あったか。あ、まだ上に。このね、1枚がまだだったりするんだよ。これ取ってね、なくてどこだったっけなんてね。で向こうも行きたいね。あそこの、あれ、これどうやって行くんだっけこれ。あ、一応行きましたね。一応行ける。違うところ予期せぬところにあるあれこれ、あ、雷のあれ使うんだっけこれ。あ、ここで大ジャンプするのか。これ取って大ジャンプかな。お、ああ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 あ次どこだ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 。え、もうどこですか。どこにあるのかもうわからんぞこれ。正規ルートが全くわからないですね。広すぎてこれもういいのかな。次行っちゃって次って向こうか。あっちかな。あっちに、ああ全然広いですね。全然あった、まだこっちにあったわ。全然広かった。ちょっと急ごうか。ちょっと急ごうか。よし、出発だ出発だ。今36枚ですね。36、全然足りへんな。60枚だからちょうど半分ぐらいですね。そういう音だよね。あったあったあった。裏にあったね今。あと20枚。こんなよくよく作るなこんなの。確かに。すげえな。プリセットの視点で遊びが答えありすぎですよね。あるよ。あ、これ上どうやっていくのこれ。もうでも結構この視点で俺難しいと思っちゃうんですけど。さらにこれ 1% のやつとかどうなんだろうっていう。やべやべやべ。生き方わからないっす。生き方わからない。もうちょっと過去のことだから。覚えてる。あ、これでいけるか。あ、おお、うわ、後ろ側にも今あったよねコインね。全然見えなかったけど血が細すぎる。おっと危ないぞこれあ、向こうにもあるな。あれ欲しいぞ。あれジャンプで行きますか。あれ、あ、待って、この風か。ここの風利用して上行って。なんか割と似たようなところもある。あ、危ない危ない。押すんじゃないよ。来たことあんのか。あんのかもしれないけど。すごい。あ、確かに似て非なる場所が結構多いね。あー、あれ、なんでなんでなんで。いや、今一発食らっちゃったベネットすまん。あ、待って、向こうこれ飛び越えた方がいいのかしら。あー、危ない なんでこれ、ふざけんじゃねえよ。危ない危ない。マイルさん、珍しく感情的になって。ゲームやってるんだ今でいけるから。あ、これ60枚取ったよね。あ、取った。オッケー。ゴールどこだ、ゴール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 。よし、出発だ。ゴールどこよ、ゴール。ゴールどこよ、ゴール。あ、でもさ、あ、だだだだ。遠い遠い。どうやっていくんだ、あれ。上だ。だいぶ上です。あ、これか。冒険だ、冒険。よし、ここで。お、オッケーオッケー。あ、すごい。よし、オッケー。華麗に決めよう。華麗に着地。オッケー、どうだ。おー、すごい。いけた。ただまあ一発食らっちまった。申し訳ない。トゲトゲに食らっちまった。でも全部集めましたね。集めてよかった。まあこんなそんなこんなでね、皆さんね、オリジナル秘境の方をね、遊んでいただけましたかね。またきっとね、近いうちにいろんなイベントあると思いますんでね、皆さんイベントの方もぜひ挑戦してみてください。と、はい、うことで今回は寄付進行にチャレンジしてみました。原神公式ラジオテイワット放送局。ここで原神からのお知らせです。明日3月30日水曜日に新バージョン、バージョン 2.6 そよ風シオンの庭を忍ぶがリリースされます。バージョンアップ後、水元素新星5キャラクター神里綾人が登場するイベント祈願キャラクター花文歩む総流と、風元素星5キャラクターウェンティが登場するイベント祈願キャラクターに灰に注がれた歌を開催予定です。さらにバージョンアップ後開催予定のイベント祈願武器新中府警では、新星5片手剣、波乱月白仏、星5弓、終焉を嘆く歌などの出現確率がアップいたします。そして新エリア双眼巨炎も開放されます。双眼巨炎はリーユエの最西端にある始光色の地表と巨大な地下空間から構成されるエリアです。
不可解な事件が相次いだことにより封鎖されたこのエリアに旅人は調査のため足を踏み入れることになります。双眼鏡園を進む道を照らす新たな便利アイテム、流明石の触媒を駆使し双眼鏡園の地下に眠る秘密を探りましょう。また流明石の触媒はレベルアップすることで、探索が快適になるだけでなく星4武器の原型や名刺の飾り紋などの報酬も獲得できます。原型欲しい。また新たな魔人任務、炎帝に響くレクイエムも開放予定です。本魔人任務では双眼鏡園の地底でダインスレイブと再会し、旅人やカーンルイヤについての新たな秘密が明らかにされていきます。はい、その他にも神里アエトの伝説任務、冠柏の章の開放や稲妻で開催される祭典高価姿の彩り祭をテーマにしたイベント、華やぐシオンの庭の開催など、盛りだくさんの内容となっておりますのでお楽しみに。また新バージョンへのバージョンアップに伴いゲーム内のメンテナンスを実施予定です。メンテナンス期間およびバージョンアップの予定時刻につきましては原神公式ツイッターを随時ご確認ください。以上原神からのお知らせでした。原神公式ラジオテイワット放送局、推しキャラプレゼン。原神にはたくさんの魅力的なキャラクターがいますね。リスナーの皆さんからはその中でも特に推しキャラは誰なのか、どんなところが推しなのかっていうのを送ってもらいましてね、そちらを紹介していくコーナーでございます。はい、今回は大阪くんがゲストに来てくださってるっちゅうことで、はい、ベネットのメールがたくさん届いてるそうですよ。ありがとうございます。ねえ、まあ、紹介していきましょう。はい、旅人ネームムニエルさんからいただきました。おいしそうですね。ありがとうございます。パーソナリティの皆様、ゲストの大阪亮太さん、こんばんは。こんばんは。今回はついに最推しであるベネット君を演じられている大阪さんがゲストのことで初めてメールを送らせていただきました。ありがとうございます。ベネット君といえば見た目は花の絆創膏が愛くるしい冒険少年ですが、仲間の攻撃力を上げてさらに回復もこなすという超優秀な性能から一部の界隈ではエンジンとすら呼ばれているキャラクターです。不運な体質で一人ぼっちのベニー冒険団の団長の彼が誰よりも仲間と冒険するのに適した能力を持っていることに涙が止まりません。先日のドラゴンスパインのイベントにて椅子に座ったまま寝てしまったベネット君がすーこんなに大きな焼肉と寝言を言っていたのを見て、絶対幸せにしてやるからなと決意を新たにしました。かっこ号泣。ベネット君を育てていなかったなという方は世界が変わるのでぜひ育成してみてください。ちなみに私のテイバットではサポートだけではなく火力を上げてアタッカーとしても活躍してくれています。いろんな育て方ができるのも原神の魅力ですよね。まさに僕が冒頭で言ったようなことが まんま、あのムニエルさんをおっしゃってくださってますけれどもね、そうエンジンとすら呼ばれているモンドが生んだあの炎の神と書いてエンジンと呼ばれているんですよ。神になっちゃった。あのこれは村瀬君もあの前々回の放送で言ってましたけど、はい、モンドが生んだエンジンですからとおっしゃってましたけれども、そのぐらいね、あのマジで神に近い性能を持っていると。本当やめてくださいね。いやいやいや、下方修正。いや弱体化、まさかの弱体化来るか。まあ、でも確かにベネットは強すぎるから何らかの調整が入るんじゃないかと。いや、こういうゲームで下方修正なんかしちゃダメだ。昔からね、まことしやかにささやかれてはいたのよ。ベネット来るか、ついになんかあの回復機能のなんか弱体化来るんじゃないかみたいな。いや、もう普段不幸だからせめてこういう時に、いや、まあまあまあ、興奮して、まあでもそうなんですよ。だからね、そのベネットがさ、やっぱ周りの力を上げられる元素爆発を持ってるってあたりがね、やっぱね、あのムニエルさんおっしゃってた通り、確かにちょっとエモいですよね。はい、そしてきなこさんからもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。毎回楽しく拝聴しております。ありがとうございます。今回ベネット君役の大阪さんがゲストっていうことであまりに嬉しくてメールを送らせていただきました。私は原神のキャラクターの中でベネット君が一番大好きです。星4キャラクターと思えないくらい強くて頼もしいサポーターですが、私はベネット君を貫突させてアタッカーとして第一線で戦ってもらっています。ものすごく強いです。性能だけではなく不運なのにいつも前向きで明るいところや仲間思いな優しい心がすごく好きで、その姿勢は見習いたいなと尊敬しています。あららららら、ほらどういう喋り方ですか。いやいや、こんな熱いさ思いの丈を、いや、まあね、きなこさんおっしゃってくださって、俺貫突してるとね、貫突して大丈夫なのか。あんまちょっと深いことは言わないですけど、ベレットはちょっとあの貫突にね、あの若干の癖がね、はい、あのあると言われているキャラクターでございましてね、貫突される際はあの全然あのきなこさんのようにね強い思いを持って貫突される分には全然問題ないんですけど、僕のようになんとなく貫突してしまってえっていう方も少なくはないと思うんで、6突するとね、あのちょっといろんなことがいろんなことになりますから。あえて言わない、言わしませんけどね、気をつけてくださいね皆さんね。
いやそんなこんなでもう一つぐらいいきますか。はい、はい、旅人ネーム森林の心水灰が出ない。あー分かりますけどね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大阪さん、そしてパーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しくラジオを聞かせていただいております。今回のゲストがベネット役の大阪さんということで、嬉しくて嬉しくてたまりません。ベネットは不運に恵まれているちょっとかわいそうな人ですが、宝箱を開けた時の反応やイベントなどのストーリーでは可愛い面がたくさん見れて大好きです。性能面ではチャージがすぐに溜まってくれて回復要因でもあり、攻撃力を上げる最強のサポーターであり、サブアタッカーとしても頼りになる人です。彼だけは初期からどんな場面の編成からも外したことがなく私のお気に入りです。これからもたくさん使わせていただきます。愛しているぞベネット、うん、だそうですよ。いやありがたいですね、まあ、そういう方たくさんいらっしゃると思います、ね、本当に最強のサポーター、サブアタッカー、アタッカーもできて、うん、ヒーラーもできるっていうね、うん、何でもできちゃうのよ、うん、本当に生物の組み合わせ次第では本当に回復特化とかにもできるし、はい、まあまあ、でも一番多いのはやっぱ、まあ、火力型に寄せて、ねうんうん、皆さんの攻撃力を上げるっていう役どころだと思うんですけどもね、うん、いやこれねすごいありがたいんですけど、うん、この中の本当にどれぐらいが、うん、ちゃんとベネットの性格とかも全て含めて好きかって言われると、まあね、僕はちょっとね疑問を持ち始めたんですよ。どのあたりに疑問を持ってらっしゃる、みんな今 ね、皆さんお三方とも熱い思いの丈ぶつけてくれましたよ、ね、れましたけど、どのあたりが大阪さんは引っかかってるんですか。多分これはね厳選されたメールなので他にもたくさんあると思うんですけど多分強いから好きですっていう人もね多分書かれてる。いやそれは多いと思いますよ。僕はねそれはね許せない。許せない。なんか性能だけ見て好きって言ってんじゃないかお前らと。それはもう推しキャラではない。推しキャラじゃないと、うん、ただ強いから使ってるだけで。おなるほど。そう、それは推しとは僕は違うと思う。違うと思います、うん、だからさっきのねくださった方とかは、はいはい、ベネットのこういうところが好きですってちゃんと書いてくださってるので、あ、ありがとうございますってなるんですけど、じゃあ一回ベネットをすごい弱体化の調整をそのためだけ入れてそれでも支持率が変わらなかったらベネットはやっぱみんな好きだったんだなってなるんですよね。それでも本当にちゃんと人気が落ちなかったら、そんなバカな。で公式からもうピックアップされなくなったら本当にもう俺はもう急に見なくなる。何も信じられない。急にそんなことない。みんなね、みんなやっぱ、まあ、もちろんね強い面っていうのもあるだろうけれども、うん、そういうのもやっぱひっくるめてそのベネットのまあね性格とかさ、うん、バックボーンとかも含めてみんな好きって言ってくださってる方がきっと多いと思いますけどね。ちゃんといい子ですからね。本当ね、かっこいいし可愛いしね、うん、素敵なキャラクターですからね、うん、そうなんですよ。まあねそんなベネットですけれどもね、ぜひ皆さんもね旅のお供に今後ともね連れて行ってあげてください、はい、ということで、これからもですね皆さんが好きなキャラクターについて紹介していきますので、あなたの推しを教えてください。以上推しキャラプレゼンのコーナーでした。原神公式ラジオテイワット放送局テイワット記念館。原神にある写真機能を使って面白スクショだったり、ここは絶景というポイントでの写真だったり、ベストショットを投稿してもらうコーナーだぞ、はい。僕たちが判定してですね、テイワット記念館に掲載するか、まあ、決めるんですけれども、まあ100% 掲載します。まあまあ原神ってね本当に景色が綺麗なポイントが本当多いんですよ、うん、ね、そういう楽しみ方されてる方も非常に多いんですけれども、はい、このコーナーではですそういうメールをご紹介していくコーナーでございます、はい、では早速紹介していきましょう。旅人ネーム強い女の後ろ姿が大好きさんからいただきました。ありがとうございます。はい、もうこの旅人ネームから分かりますけどね、うん、今から行くぞという感じで新マップの塩化の宮で撮りました、うん、昼夜を切り替えるギミックが楽しいですと。かっこいい。あーなるほど、エウルアの後ろ姿、うんうんうん、これはね、あえて前じゃないっていう ね、これしかもね、そうね塩化の宮ってね、うん、こういうとこ多いのよ、うんうん、こういう風になんか輝いて見えるスポットが結構あったりしてね、暗いところにちょっと光が、そうこれ、ね、ゆうきさんも塩化の宮を大好きって言ってましたけども、うん、いやこれは確かになんかパッケージに使えそうだよね。確かに、うん、でも僕ねこの月をバックに背を向けてあんまり顔が見えない状態っていうのが好きだったりするんですよね。ちょっとわかる。これもすごいかっこいいんですよ。ちょっとなんか神話っぽい感じのね、印象もあってね、なんか急に強キャラ感が出る。わかる、出る、ね、なんか描きたいもん、なんか絶望に立ち向かいながら、そうそういうの加えたい。だいたい昔のノベルゲーム的なやつにね、強キャラが出てくるときにね、絶対そのわかるCG が出てきて、なんか描きてここに描きたい、文字描きたい
ありがとうございます。素敵な写真でしたね。そして続いて旅人ネームホタルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。毎週ラジオ楽しく聞かせていただいています。この写真は不運なベネット君に少なくとも私のテイバットでは幸運でいてほしいと願って撮りました。ドラゴンスパインの秘宝を見つけ誇らしげにガッツポーズをしているところが気に入ってます超可愛いこれ。あーなるほど。そうですね、大気モーションでなるやつかな、これね。ありますね。で、まあ、お宝を見つけてやったぞっていう風なところを、うんうん、まあ、撮ったというところでね、うん、いやいいですね。このベネットの不幸なところはね、多分これ抜けないんですよ。まあ剣が剣見つけたけど抜けないっていうね。やったぞっつったけど抜けないとか、ね、あんでしょうね、いろいろね。まあでも確かにね、こういうでも不運な一面ももう魅力なわけよ、ベネットは。確かに ね続いて、MDG 冒険団さんからいただきました、はい、ありがとうございます、友人たちとキャラのモーションで遊んでいた時の一コマです。原神はキャラモーションが一人一人個性があって可愛いですよね、うん、ついいろんなキャラを組み合わせてみたくなりますと。あーベネットがこれはジン団長の元素スキルで吹っ飛ばされてるところですね。どういうシーン。でもこういうのね、あのマルチプレイだとね、こういうのできんのよ。だからこうそういうのも楽しいですよね。いやもうベネットのちょっと格好がシュールなんだよな。なんか ちゃんとうわーってなってる感じじゃなくて、ああ急に浮かされた瞬間みたいな。確かにね。まあでもこういう楽しみ方もあってね、うん、こういう写真とかも撮れたりしますからね、うん、ねこれでもタイミング難しいですよね。難しいと思う。狙ってやらないと撮れないと思う、うんうん、まあ偶然撮れた写真ではないと思いますけどね、うん、まあ、こんなマルチプレイだとさ、こういうことできるからいいなって思うのよ。確かにね。ほら俺フレンド4人しかいないからさ。フレンド4人しかいないしさ、結果誰ともマルチプレイしてないからさ。やめませんこれ。でもね、あのね、あの見るだけで面白いの。フレンドリスト見て、あ今村瀬くんやってるなとか、ああ上田さんやってるなとか、そういうの見るだけでも楽しい。ログイン情報見れるんですね。そう、まあ、なんかねちょっかい出してやろうかなっても思うんだけど、うん、ちょっとやっぱまだ勇気が出ないというかね。なるほどなるほど。そうなんですよ。なんでね、ちょっとこのラジオでフレンドを増やしていきたいと思います。はい、ということで、ということで今回のこちらのコーナーは終了でございます。こんな感じで旅人の皆さんが撮影したテイワットの写真を送ってきてください。以上、テイワット記念館のコーナーでした。お送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトの時間になってしまいました。番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいというご要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。また番組ではイラストも募集中です。今後ですね、 YouTube での配信用サムネイルに旅人の皆様が、描いてくださいましたイラストを使用させていただくことが決定いたしました。Twitter でハッシュタグテイバット放送局をつけて投稿していただいたイラストの中から YouTube のサムネイルに採用させていただく可能性がございますので、うん、ぜひ皆さん素敵なイラストの方のご投稿をお願いいたします、はい、さらにメールを読まれた全ての方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿の方もお待ちしております、はい、そしてこの番組は毎週火曜日配信の番組です。次回のパーソナリティやゲスト情報などはラジオのページをご確認ください。ということで18回の放送で、ベネット役の大坂くんにゲストで来てくださったわけなんですけど、はい、大坂さんいかがでしたか。いやー、いろいろ楽しかったですね。よかったです。ゲームをやれたし、寄付進行できましたし、前野さんのちょっと最後寂しい一面もぼっちプレイヤーのね、ぼっち旅人の気持ちも分かりましたし、ね、いや、いつかその少ないフレンドの皆さんとね、マルチプレイする、いや、そうやろうぜ、かき集めてやりたいしね。まあ、テイバット、記念館もね、すごい綺麗な、うん、いろんな写真送ってくださいましたしね。最初の写真と最後の写真のギャップがすごすぎて、ギャップがすごすぎて、あとやっぱさ、一律して思ったのはやっぱみんなベネットが好きなのよ。いや、ね、そうですよね。312枚ベネットやってね。やっぱメールの方でもね、やっぱベネット大好きですってご意見も多かったですし、うん、幸せにしてあげたくなりますよ。なりますね。個性本能がくすぐられるキャラだなっていう、確かに思いますもん、ベネット、ね、ちょっとあのこの番組でも大坂さんのことはもう手厚く扱いますので、ぜひあのこの番組では幸せになっていただきたいんでね、またぜひ大坂くんには来ていただきたい。はい、ぜひ、またぜひ、ね、その時まであの絶対弱くしないでくださいね。弱くされた瞬間に多分呼ばれなくなる気がして、ブンとするんですよね。弱体化多分ないとは思いますけど、あのね、まあ、いろんな情報とかはね、まあ、あの公式さんのサイトの方でねチェックしてみてください、はい、ということで、今回はこの辺りでお別れでございます。ここまでのお相手は原神で勝利の声担当しています前野智明と、そしてゲストの、はい、ベネット役の大坂亮太でした。バイバイ。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。